ハタヨーガは、ヨーガの一様式ないし一流派である。別名ハタビリアーすなわち、ハタの科学。ハタヨーガは、半ば神話化された、インドのヒンドゥー教の聖者で、芝派の一派で仏教と芝派が混然とした、形態だった、ナータ派の階層、合落者ナアタが大成したとされる。合落者ナアタの死は、仏教徒であったと言われる松江エ,エンドラナアタである。 16世紀の行者スバートマーラーマのヨーガ論書、旗ヨーガプラデイピカーにおいて体系的に説かれた。旗はサンスクリット語で力、強さといった意味の言葉である。協義の上では太陽を意味する旗とガツを意味するだという語を合わせた言葉であると説明され、従って旗ヨーガとは影と日の体となるものを統合するヨーガ流派とされる。合楽者の旗は 始末家エンドララータの認識論、宇宙生成論をほぼそのまま受け継ぎ、純粋精神である最高の芝神に創造の意欲というシャクティが生じ、その結果として、この二大原理から元中華論に従って、残りの原理が展開し、束縛された芝が子ガとして権限するとした。人間はコガを形成するレベルの定時のシャクティによって、体を維持しており、イン部に、 クンダリニーとして眠る、このシャクティを、ハタヨーガによって目覚めさせ、頭頂にあるとされる、思考の芝神の元に登らせ、この二元を合一させ思考の歓喜を得ることを説いた。スワートマーラーマは、ハタヨーガとはより高いレベルの瞑想、つまり、ラージャヨーガに至るための準備段階であり、体を鍛錬し浄化する段階であると説明する。ムドラーと、プラーナーヤーマを中心としているが、 シャトカルマによる浄化法もよく知られている。インドのゴーピ・クリシュナはこの、ハタヨーガにより下脱を得たとしてその境地を説明する、本を表し、欧米人の興味をかき立てた。健康やフィットネスを目的とするエクササイズとして20世紀後半に欧米で大衆的な人気を獲得したハタヨーガは、多くの場合、単にヨーガと呼ばれる。現在ハタヨーガと呼ばれるものの多くは、 19世紀後半から20世紀前半の西洋で発達した体操法などの西洋の身体鍛錬文化に由来し、インド独自の体系として確立した新しい洋画の系譜で、現代の旗洋画のアーサナは、伝統の旗洋画とのつながりは極めて薄いと言われる。現代広く普及している独特のポーズを練習の中心に据えた洋画は作られた伝統であった。 シッタシターンタッパダッティは、土着的民間伝承によって、降落者のあたの作と伝えられるサンスクリット語の、ハタヨーガの聖典で、現存する中では、かなり古い。アバドゥータの伝説についての記述が多い。ドイツ出身のヨーガ研究者、ゲオルク・ォーヤシュタインの聖なる狂気はこれについて、以下のように述べている。最古のハタヨーガの聖典に、 シッタシッタアンタパダッティがあり、アバドゥータに関する詩が数多く記録されている。その一節には、変幻自在にあらゆる人格や役柄になりきる力について書かれている。降落者のあたは、俗人のように振る舞うこともあれば、王のように振る舞うこともあり、ある時は苦行者、またある時は裸の陰遁�者のようであった。ハタヨーガの総括的な経典は、スバートマーラーマが編纂した。 ハタヨーガ・プラディーピカーである。著者自身は署名をハタ・プラディーピカーと記している。ハタヨーガ・プラディーピカーは、合楽者の著書とされる、出伝したハタヨーガや現存する合楽者者高など、それ以前のサンスクリット語処分権に基づいて書かれているが、スバート・マーラーマ自身のヨーガ経験についても記述がある。ハタヨーガ・プラディーピカーには、様々な事項、例えばシャトカルマ、アーサナ、 クラーナーヤーマ、チャクラ、クンダリニー、バンダ、クリアー、シャクティ、ナーディームドラーといった事柄についての記載がある。また、アーディナータ、マツイエンドラナータ、オーラクシャナータなど、多数の著名な妖因についての記述がある。ハタヨーガは、芝神が提唱したものと伝えられる。誰にも聞かれぬようことで、女神パールバティに、ハタヨーガの教義を授けたが、 ある魚が二人の話をすべて聞いてしまった。芝神はその魚へ慈悲をかけ、シったに変えた。後にこのシったは、松江エンドラナータと呼ばれるようになった。松江エンドラナータは、チャウランギーに、旗用画を伝えた。チャウランギーは、手足がなかったが、松江エンドラナータを見ただけで手足を得ることができた。また、降落者ナータの死であった松江エンドラナータは、 ヨーガの実習に女性を伴い近畿とされた五種の物質を使用する作動派となったが、合楽者のあたが死をそこから救い出したと伝えられている。合楽者のあたが作動化していたヨーガ業を順化し、立ち直らせた業績を称える伝承であると思われる。ヨーガの歴史的研究を行ったマーク・シングルトンによれば、近代インドの傾向において、旗ヨーガは望ましくない。 危険なものとして避けられてきたという。ビベイカーナンダや、シュリオーロビンド、ラマナマハルシラ近代の聖者である指導者たちは、ラージャヨーガや、パクティヨーガ、ジュニャーナヨーガなどのみを語っていて、高度に精神的な働きや鍛錬のことだけを対象としており、旗ヨーガは危険か潜伏なものとして扱われた。ヨーロッパの人々は、現在では、ラージャヨーガと呼ばれる古典ヨーガや、 ベーダンタなどの思想には、東洋の深淵な地の体系として高い評価を与えたが、行法としてのヨーガとヨーガ行者には不信の目を向けた。それは、17世紀以降インドを訪れた欧州の人々が遭遇した現実の旗ヨーガの行者、等が不潔と奇妙な振る舞い、悪しき行為、時には暴力的な行為に及んだことなどが要因であるという。伝統的な旗�ヨーガは、 総合的、全人的な用ガ道である。具体的には正解、座法、浄化法、陰想調技法、瞑想である。用ガには大きく分けて、古典用ガと、旗用ガという二つの流れがある。旗用ガは、生理的、身体的な収容を軸とする。また、古典用ガは、心の作用の死滅を目指したのに対し、イメージを活用して心を投与しようとする。旗用ガは、 むしろ心の作用を活性化させる傾向を有するものと見ることができる。ハタヨーガの古典、合楽者シャタカは、ヨーガスートラの得八子息のうち、山と二山を除く6つを、ハタヨーガの六子息とする。スワートマーラーマは、自身の著書、ハタプラディーピカーの中で、ハタヨーガをラージャヨーガの全段階として位置づける。そして、ラージャヨーガは、ハタヨーガなしには成立せず、 タヨーガはラージャヨーガなしでは成立しないと繰り返し述べている。ここで言うラージャヨーガは一般にヨーガスートラの古典ヨーガのことと解される。両者の主な相違点はラージャヨーガで行う座法は瞑想状態を維持するために体を整える目的で行われることである。従ってラージャヨーガは瞑想に重点を置き、そのためにレンゲ座、達人 安楽座、正座といったポーズを行う。旗ヨー画は瞑想以外にも体の訓練を目的とする座法も行う。ラージャヨー画で行うプラーナーヤアーマにバンダを伴わないことと類似している。旗は熱いものと冷たいもののように相反するエネルギーを表す。男性と女性、プラスとマイナスなどである。旗ヨー画は体を鍛錬するアーサナと浄化の実践。 呼吸のコントロール、そこから得られるリラクゼーションと瞑想によってもたらされる、心の落ち着きを通して、精神と体の調和を図る。アーサナは、体の平行を保つ訓練である。アーサナによって、バランスが取れ、鍛えられると、心身ともに健康になり、瞑想の素養となる。ただし、痰や、脂肪の多い人は、プラーナーや前より先に浄化法を行うことが、必要である。 アシュタンガとは、パタンジャリが編纂した、ヨーガスートラに書かれている八子息のことである。すなわち、倫理遵守に関わるヤマトニに山、アーサナ、長儀法である、プラーナーヤーマ、カンカンを、外界から内に引き戻す。プラティアーハーラ、思念の集中である、ダーラナー、瞑想であるディアーナ、高度な心の抑止の境地である、サマーディの八つである。八子息は、 正確には8段階の収容過程であり、段階ごとに効果が現れ、それが次の段階の基礎となる。パタンジャリのアシュターンガヨーガは、ラージャヨーガと混同されることも多いが、ヨーガスートラ自体には、ラージャヨーガという言葉は使われていない。ハタヨーガは、六子則に基づいて、サマーディに到達しようとする。ハタヨーガの六子則とは、アーサナ、プラーナーヤーマ、プラティアーハーラ、ダーラナー、 ディアーナ、サマーディである。ハタヨーガの原点となる経典は、サハジャーナンダの皇帝であるスワートマーラーマによって書かれたハタヨーガプラディーピカーである。ハタヨーガで重要なのは、クンダリニーの覚醒である。ハタヨーガの成果は次のように現れるとされる。体が引き締まる、表情が明るくなる、神秘的な音が聞こえる、目が輝く、幸福感が得られる、 ビンドゥのコントロールができる、エネルギーが活性化する、ナーディーが浄化される、など。プラーナーヤーマ、プラーナと、アヤマの二語からなる言葉。プラーナーヤーマは、呼吸を長くし、コントロールして整える。その方法には、霊茶か、プーラか、クンバかの三種がある。プラーナーヤーマは、精神的、身体的、霊的な力を高めるために行う。 しかし危険を伴うこともあるため、習得できるまでは、経験豊富な指導者の下で行うことが必要とされている。現代ヨーガのアーサナである、サルバンガアーサナ教、様々な大応法に重点を置く、ハタヨーガが世界的に広まっているが、これは、浄化法やムドラー、プラーナーヤーマを重視する古典的なハタヨーガとは別物である。宗教社会学者の伊藤正幸は、 現在実践されているアーサナの大半は19世紀後半から20世紀前半に西洋で発達した身体文化を強調する運動に由来すると述べている。伊藤は現代のアーサナの起源は西洋式体操法などの西洋身体文化がインド独自の体系として伝統的な旗洋画の名でまとめられたものであると述べており、現在のアーサナと ヨーガスートラに代表される伝統的な古典ヨーガや中世以降発展した旗ヨーガとのつながりは極めて弱いと指摘している。アーサナ編長の現代ヨーガの基礎は20世紀前半に築かれた。19世紀のヨーロッパでは精神だけでなく肉体を鍛えようとする身体文化が交流した。20世紀に入るとインドではその流れを受けて、 国産のエクササイズを生み出そうとする動きが活発化した。近代ヨーガの立役者であるビベイカーナンダは19世紀末に、旗ヨーガのアーサナに対して否定的な態度を取ったが、20世紀に入ってから体操的なものとして復興したアーサナは、パタンジャリすなわち、ヨーガスートラの伝統に基づくという解釈によって、権威づけされた。その時代に、 身体文化としてのヨーガの推進に貢献した人物としては、ボンベイなどで活躍したスワーミー・クバラヤーナンダ、シュリー・ヨーゲードラ、1930から40年代に、マイソールでヨーガを指導したティルマライ・クリシュナマ・マチャーリア、などが挙げられる。マニクラオに、伝統的体育学と、舞踏術を学び、マーダ・バダースにヨーガを学んだクバラヤーなんだは、ヨーガを学問的に研究し、 体育教育や病気治療に活用しようとした。彼は1924年に、プネー近郊のローナバラにカイバリアダーマヨーガ研究所を創設し、ヨーガの研究と普及に努めた。クリシュナマチャーリアは現代ヨーガへの影響が大きい人物で現代ヨーガの父とも呼ばれる。クリシュナマチャーリアは1930年代に、マイソールの半王の宮殿でヨーガ教師の職を得て、 ジャガンモハン宮殿内に洋画教室を開いた。当時マイソール藩王国を統治していたクリシュナラージャ4世は体育振興に熱心であり、クリシュナマチャーリアが構築した体操的なアーサナのスタイルの背景には1920から30年代のマイソールで振興が図られた様々な身体文化の要素があった。ノーマンス・ジョーマンの研究ではマイソールの宮殿では 王族が体操を実践していたと指摘され、マイソールスタイルのヨーガの形成において宮殿にあった体操の教本が利用された可能性が示唆されている。伊藤博之は、クリシュナマチャーリアヤは、西洋の身体文化から発生した多様な体操法を自らのヨーガクラスに取り入れ、西洋式体操をインド伝統の旗ヨーガの技法として仕立て上げたとしている。クリシュナマチャーリアヤは、 マイソールの宮殿で働き始めた年にクバラヤーナンダのカイバリアダーマヨーガ研究所を視察しているが、この時すでにクバラヤーナンダのヨーガ的体育の教育プログラムは連合州に広まっていた。現代ヨーガのアーサナ体操の起源についての研究を行ったマーク・シングルトンは、そこでクリシュナマ・マチャーリアヤはヨーガをベースにした体育教育について教査を受け、 自分の洋ガ指導に応用したのではないかと考察している。アーサナを取り入れたインド国産の身体訓練は1920年代以降全国的に広まっていた。シングルトンはクリッシュナマチャーリアが1930年代以降に教えたマイソールスタイルの洋ガもその流れに乗ったもので当時インドで国産のエクササイズとして広まっていた体育教育法のバリエーションであったと指摘している。 また、クリシュナマチャーリアは、思想面にビベイカーナンダなどのヒンドゥー復興運動の思想とヨーガスートラを援用した。ビベイカーナンダは、ハタヨーガの身体鍛錬を軽んじるどころか否定した。一方、ヨーガスートラを、ハタヨーガの経典よりも権威あるものとみなした。クリシュナマチャーリアも、ヨーガスートラには書かれていない浄化法のような伝統的なハタヨーガ技法は軽止してほとんど、 教えなかったが、アーサナ体操については、ヨーガスートラに基づくものとして、これを正当化した。クリシュナマチャーリアは、旗ヨーガの古典にはない、近代ヨーガの大位であるシールシアーサナに重点を置いた、超本人と言われ、現代のほとんどのヨーガ教師は、直接的、間接的に彼の教えの一部から影響を受けていると、言われる。 クリッシュナマチャーリアは1924年から死去する1989年までヨーガを指導した。アーサナを中心とした現代のヨーガは直接または間接的にクリッシュナマチャーリアの影響を受けているものが多い。彼が1930年代から20年ほどの間にマイソールで教えていた激しい体操的なヨーガのスタイルからは 躍動的なヨーガで知られるアシュターンガビニアーサヨーガが生まれ、1990年代以降の北米で盛んなパワーヨーガなども、その派生である。欧米にヨーガを広めた著名な弟子には、上記のアシュターンガビニアーサヨーガの創始者パッタビ、ジョイス、静止性と補助道具が、特徴の BKS アイアンガール、インドラデイビー、クリシュナマジャーリアの子でビニヨーガの創始者 TKV。 デイシカーチャールが挙げられる。TKV デイシカーチャールは、クリシュナマチャーリアから継承したヨーガを広めるため、チェン内にクリシュナマチャーリアヨーガ、マンディラムを創立した。リシケイシュのシバーナンダと彼の多数の弟子たちも、影響力のある大きな流れを形成した。シバーナンダヨーガベーダーアンタセンターを創立した、ビシュヌデーバーナンダ、ビハールヨーガ学校を創立した、サティアナンダ、 インテグラルヨーガの創始者サッチダーナンダなど著名な指導者を輩出した。パラマハンサヨーガーナンダの弟でボディビルダーの b c シュも1930年代以降に体操やボディビルディングを融合させたヨーガを広めた人物である。彼は1923年にコルカタで身体教育学校を開きボディビルディングを指導した。世界的に 商業展開しているビクラムチョードリーのビクラムヨーガは自身が合手の学校で教わった運動競技的なアーサナから派生したものである。スプタバッタコーナーアーサナ。横たわった合わせ足裏のポーズの練習風景。欧米で学習されているハタヨーガの大半はアーサナが中心で身体的なエクササイズの側面が重視されている。現在の研究で 入念に改変したヨガのポーズにより、慢性的な腰痛が緩和され、歩行機能、運動機能を改善することが示されている。また、ストレス軽減の実際的方法論であるとも認識されており、他の通常のエクササイズと同様に生活の質を改善し、ストレスを緩和し、心拍数や血圧を下げ、不安や鬱つ症状、不眠を和らげ、全体的な体調、体力、 柔軟性を向上させることが研究により示されている。様々な病気の予防や症状の改善に有益であるという人もいる。しかし、一部の研究によると、ヨガでズダは改善しない可能性があることが示され、ヨガと関節炎の関連を調査する研究では結論が分かれている。ヨーガジャーナル氏が行った2005年の調査、ヨガインアメリカの結果、 米国でヨーガを習う人の数は1650万人で18から24歳のグループには前年比46%の伸びが見られた。客中リンク先の情報と翻訳元に記載の調査年度が異なる。現代では肌ヨーガのテクニックを利用するアスリートや格闘家もいる。日本では北米で ヘルシーハッピーホーリー協会を設立したインド人宿教徒ハーベジョン、シンカルサ、通称ヨギバジャンによるクンダリーニヨーガに基づく呼吸法として、小山和夫が火の呼吸と呼ぶ呼吸法を指導している。火の呼吸は全身をリラックスさせ、姿勢をまっすぐに保ち、速いペースで微呼吸を行う。ビクラムヨーガは高温多湿の部屋で26種のアーサナを 連続的に行っていくという形式のもので、ホットヨーガとも呼ばれる。部屋を高温にすると、効果的にヨーガができるという発想は、1970年にビクラム・チョードリーが日本に開いたヨーガ教室で、生徒たちがストーブを持ち寄って部屋を暖かくしたところ、冬の寒さに凍えていた体が柔軟になったという経験がきっかけで生まれたという。チョードリーは1970年代初めに、 北米に進出し、1990年代には自分のヨーガをフランチャイズ制にした。一律のプログラムで運営される数百以上のヨーガスタジオが開設され、世界的ファーストフード店の名をもじってマックヨーガと揶揄されることもある。ビクラムヨーガで怪我をしたり酸欠で倒れるという事故も起きている。ありがとうございます。